コロンボレースコースは、スリランカの都市コロンボのシナモンガーデンズ地区に、かつて存在した、競馬場。第二次世界大戦中は、臨時の飛行場として使用されていた。2012年にコロンボレースコース、スポーツコンプレックスとしてリニューアルされ、スリランカ初の国際ラグビー、競技施設建築合商業施設となった。2014年には大規模改修が行われ、 ナイター照明の導入やショッピング施設付きの観客席が設置された。1893年にゴールフェイスグリーンから現在の場所に移転し、6月22日に正式に開業した。1922年には掛け率表示器が導入された。コロンボターフクラブが拠点としており、観客席とクラブハウスをグラウンド横に設置していた。 コロンボレースコースから離陸する英国空軍の爆撃機1941年太平洋戦争が勃発した。イギリス海軍は42年のシンガポールの戦いに敗れた後、スリランカのコロンボとトリンコマリーに拠点を置いた。セイロン司令官に任命されたジョフリー・レートン提督は空軍少将ジョン・ダルビアックと共にセイロンでコロンボレースコースに飛行場を建設することを命じた。 当時の農業土地大臣、D.S. セーナーナーヤカが建設の責任者となり、この土地に滑走路一本と作戦司令部、兵舎を建設し、隣接するロイヤルカレッジ、コロンボの敷地内に軍病院を新設したレースコース飛行場には2飛行中隊が駐留した。ホーカーハリケーンで構成された第258飛行中隊とブリストレブレニムで構成された第11 飛行中隊である。1942年4月5日のコロンボ空襲では、ラトゥマラナ空港が攻撃されたが、レースコース飛行場の存在はまだ知られていなかったために破壊を免れた。これにより、その後の第11飛行中隊ハリケーン部隊による反撃が可能となった。さらに、英国海軍は艦隊航空隊を組織し、 第882艦隊航空隊が駐留した。太平洋戦争終結により飛行場は返還され、レースコースでは再び競馬が行われるようになった。しかし、1956年の賭博禁止法により、コロンボでは競馬ができなくなり、レースコースは大きな影響を受けた。コロンボレースコースは、その広大な土地を政府に分割され、グランドスタンドは、 コロンボ大学の校舎として一時的に使用され、北側の土地には公文書局が設置された。そして観客席とコロンボダーフクラブビルは長い間忘れされられるようになった。スリランカ陸軍はこの地を臨時の中屯地と使用し、空軍もまたヘリパッドとして利用した。コロンボレースコースゴタバヤラジャパクサが防衛大臣兼都市開発大臣だったとき、彼は この植民地時代の建造物のリニューアルを発案した。2011年、都市開発局が観客席とコロンボターフクラブビルのリニューアル工事を開始した。また、グラウンド部分はラグビー場として利用されることとなった。ありがとうございます。